滝尻王子。滝尻王子は、和歌山県田辺市にある神社。現在の宗教法人としての名称は、滝尻王子宮十五神社。滝尻王子グルト号神社。前身は九十九王子の滝尻王子で、五体王子の一つに数えられた、熊野権現座王法殿造り港日記。国の史跡、熊野山経堂、二千年。 平成十二年十一月二日指定の一部である。現在は、天照公大臣、彦彦の地下主英英命、天の大方耳の命、彦ボテミ命、鵜破器符号命の五柱を祀るが、熊野縁儀、聖中元年、一三百二十六年、忍那寺像によれば九十九王子の一であった、時代には、空剣作菩薩を本寺としていた。 滝尻の地名は早くは、ためふさきょ法元年、1081年10月2日上に見られ、中央期天林2年、1109年10月23日上には、王子がすでに成立していたことを示す記述がある。滝尻王子は、熊野の新域への入り口として、古くから重んじられ、中央期には、初めてお山のうちに入るとの添え書きがあるだけでなく、原平清水期にも、 同じ趣旨の記述を乱すことができる。中世熊野参りの頃には、宿所があったとも言われ、藤原定下の熊野道行間まぐき、赤月期初秋兼任元年、1201年10月13日条上や、藤原教皇の三景記民教記初秋、寒気元年、1229年に、それを示唆する記述があるが、詳細は定かではない。焚尻の名は、 岩田川、富田川と石振川の合流する地点に位置し、二つの急流がぶつかり合って、滝のように音高く流れたことに由来すると伝えられる。古来の三景道を正確に推定することは困難だが、三景者が初めて岩田川に出会う稲葉根王子から滝尻王子まで、三景者は何度となく岩田川を図書をしなければならず、一種の難所であった。 熊野道行間まぐき人元年、1201年10月13日上で、この間の道中について、幾度も川を渡り山を越さなければならないと述べると、同時に、紅葉が川後に移る様を見事であると称えている。滝尻王子に至った参詣者たちは、砲兵を行い、王子の目の前の流れに身を浸して、懲りの儀礼を行った。滝尻王子における懲りについて、 鎌倉時代初期以降成立の自社演技、所在演技は、とし、さらに前室の熊野演技は、と述べて、観音菩薩の札落浄土から流れてくる岩田川の水と、薬師如来の浄瑠璃浄土から落ちてくる石船川の水で沐浴することで、罪が滅ぼされる、と焚尻で残りの意義が解かれている。中世熊野参りにおいては、しばしば里かぐや教区用といった、 芸事奉納が通例のこととして行われていたことが、吉吉上安4年、1174年9月30日上や、熊野道行まぐき、熊野参り、日記応援34年、1437年9月26日上に見られる。時には、後鳥場院の参詣の際のように歌会が開かれることもあった、熊野道行まぐき、その課会の参加者が、 自らの読んだ歌を書きつけた懐紙を熊の会しと言い,い、そのうち約三十通が現存する。熊の参りの途上で模様された歌会の様子を伝える熊の会しのうち九通は、正治二年、1200年12月6日の滝尻、王子での抱会のものである。熊の会しは、当時の歌人に陳徴され、軽で、高値で売買されて、後頭陰生の収入にもなった。 しかし、上級三年、千二百二十一年の上級の乱以後、都の皇族、貴士の熊野三景が途絶えると、後輩が進んだ。上級の乱からわずか八年後の歓迎元年、千二百二十九年の藤原京皇の三景期には、とあり、後輩が著しい様子を伝えている。その中で、滝尻王子は、破壊天皇こそ免れているものの、目に余る、 後輩の様相を呈していた。その後、室町時代頃までには、岩田川を何度も図書しなければならない難路であることが嫌われて、三景堂が潮見峠越えに移行し、滝尻王子を経由しなくなったため、滝尻王子は、近隣の住人のための草むら社の地位に戻ったと考えられている。近世の記録ではあるが、田辺良神社所上長完成四年。 1792年によれば、建前一軒四方、境内四十軒四方、その同社は、藤原秀平の寄身によるものとされることから、秀平道王と呼ばれたという。その遺書端によれば、その昔、藤原秀平夫妻が、熊の参りの途上で、三血期、滝尻王子裏手の岩屋で三男、泉三郎を出産した。秀平夫妻は、 熊野権原に立岩して子を岩屋に残し、熊野参りを遂げて帰ってきたところ、その子は孤牢に守られ、岩から滴り落ちる父を飲んで育っていた。秀平夫妻はこれを喜び、保温として七動画欄を寄進したが、上級の蘭の陛下で消失したという、木の国名所図なお、現在も、秀平の子が父を飲んだという岩が、父岩として残り、そのそばには、 大概くぐりという岩穴もあって、それをくぐる女性は安山に恵まれるという。江戸時代には前日の田辺良神社所城町のような社殿を有し、滝尻五体王子社とも称されていた。明治元年1868年、滝尻王子神社と改称して、同十年六月尊社に列格した。1907年明治40年4月に、 新鮮兵博領とも新社に指定、明治政府による一村一社の合司令、神社を特別の由緒あるものを除いて一村につき一社とする、政策により、翌1908年、明治41年11月には、クリス川、田辺市中辺地町の西部村内の11神社を合司、社名も10の集落の神社を合司しているという意味で、統合神社へと改称し、社殿の改築も行われた。 1946年、昭和21年から現世式名称となったが、郷主神社は、同年9月に、各集落が身体を持ち帰って、また死したために、近代以前の状態に服している。境内の荒廃と建造物の普及が済んでいたが、1993年、平成5年より、各方面より寄付を募って、境内の修復、石像鳥居への交換、 山道外の構造物の補修が実施されたほか、島根県人他の有志の支援を得て九百九十六年、平成八年には、焚尻王子で抱えを催したゴ後鳥インを検証するため、ゴ後鳥イン支家の地である、沖山の原石を用いた火火が混流された。焚尻王子は五大王子の一つに数えられるだけでなく、複数の三景気において、熊野本原の神域への境界としばしば、 見なされるように特別な意味付けが与えられている。前日の中雨期天人二年1109年10月23日上だけでなく増元の遺法主にも以下のような記述が見られる。滝尻王子から本宮まで続く山中の道はここに見られるようにお山、すなわち熊野権現の体内と見なされた。というのも滝尻から水のみ。 高原へ続く尾根筋は古くは、裏城ジロ菓子、つくばネガのうっそうと茂る柏子や詩であり、そのような原生林に通じる三景道をたどることにより、一般の三景者が主元道の山岳修行を追体験し得る空間であったからである。中きにおいても、滝尻からの山中の三景道には本宮までの町数を示した外場、三百兆、イケルトバーがあると記され、 山内結界の地であったことがわかる。滝尻王子の鎮座地は富田川と石船川の合流地点であるが、こうした立地は大峰屋崖戸への準部による屋崖に際して見ね、中大一の宿となる備え宿が置かれた備え先丘陵と類似している。備え先丘陵は大峰屋崖戸上の霊地である七越方から派生した丘陵で熊野川に向かって大きく張り出し、 呂の事情に、川の流れに囲まれている。備え先丘陵では、本宮から熊野川を渡ることによって、みそぎを行い、両船上の岩倉での祭祀を経て、峰中寺に分け入る。滝尻では、石船川を渡ることによって、みそぎを行い、滝尻王子を起点に、本宮への三景堂へ分け入る。こうした比較により、滝尻王子が、新域の境界としての意味を持つ場であることが、 理解される。滝尻王子に対する、これまでの理解では、現存する社殿を中心とする、平場の境内一を中心とすると考えられてきた。しかし、滝尻王子の原型を捉えるためには、境内一から、尾根筋上の安部までが一体となった、岩倉祭司の聖域として見なければならない。山本義隆によれば、滝尻王子の岩倉軍は下宮、 上宮の二つの部分に分けて考えることができる。下宮は、斜殿に向かって右側、東側にある大岩がそびえる斜面にある。岩倉のようをなす大岩は幅20メートル以上、高さ10メートルに及ぶ巨大なもので、大岩から、境内地の平場までの急斜面には礼拝石と見られる二つの岩があり、大岩と礼拝石を結ぶ、東西方向の線が、 進行軸を成していると考えられる。この軸の左側、北側には三つの集積群が見られ、左右下段の集積群と下側の礼拝石は近接している。下宮一帯からは一連の遺物が出土しているが、それらはすべて下宮の集積群から発掘されたものでる。上宮は下宮のさらに上にあり、さらに上部、下部の二つの部分に整理することができる。 上空上部は標高339メートルから366メートルにかけての部分で岩倉7カ所、京塚の可能性があるマウンド1カ所、厚名市組1カ所、人工平場1カ所、集積及び列石1カ所、祭断上一市組1カ所の存在が地表観察から推定されている。尾根稜線の中心線上には京塚と推定されるマウンド岩倉。 マイナス州国軍平場から岩倉が並んで聖域の中心軸を形作っている。中心線上最上部に位置する岩倉の前側斜面には、京塚と推定される十基前後の集積が見られる。厚め石軍の基本構造は、斜面を削って、方形の平場を設けて、京塚を配置し、方形の石組みを積み上げて、京塚を覆うというもので、備え先京塚軍で発掘された、 京塚軍の構造との共通性を指摘することができる。厚明石軍のさらに前面には幅9メートル、奥行き7メートルの人工平場があり、上空域の中心となる建物が存在した可能性が指摘されている。これらの点から、尾根稜線中心の岩倉は、上空全域全体の中核をなすと考えられる。中心軸を取り巻くように位置する。 その他の上宮上部の岩倉には、七岩と呼ばれる岩倉や、体内潜りの通称で知られる岩倉がある。南側斜面にある岩倉の一つの下には、広さ6平方メートル程度の岩陰の中に、衰弱神のより台、石からだとなる石が据えられており、岩や、神仏を迎え宿す空間として利用されたものと、見られる。また、 石からだを伴う岩倉が2カ所推定されており、それぞれ上空南側斜面及び両線中心線上にある。上空下部は標高330メートルから339メートルにかけての部分で岩倉2カ所、集積3カ所の存在が地表観察から推定されている。最下部の岩倉は上空全体の下場に位置するもので、 前面には3.5メートル3メートル規模の平場がある。岩倉正面下部には間口1メートル、奥行き3メートル、高さ1から2メートルの開口部があり、その内部には間口1.1メートル、奥行き1.6メートルの規模に、自然石を組み合わせて作られた祭壇があって、採用には上端がとがった大使が置かれて、石からだとなっている。こうした聖域の構造から推定される、 滝尻の原型となるべき景観は、原生林で覆われた山裾から、尾根城にかけて、岩倉が廃され、岩倉に設けられた岩屋に、祭壇や石体が設けられているというものである。熊野における王子の初期の姿は、岩倉祭司であったと考えられ、ご来獣は十九王子の本来の性格を古い、民族的受草信仰に由来する宗師であると、指摘している。こうした点からすれば、 焚き尻の原型と推定される景観とは、熊野における王子の典型的な岩屋の姿であり、木の元ごとにたむけがみをほかればと、象元が記した景観に通じるものである。焚き尻王子の全体構造は、東西方向を進行軸として富田川に向かってに示し、上群域では京塚、岩倉、中石、平場といった祭祀の場が並んで聖域の中心軸を形成し、その周囲を 岩屋や祭壇を伴う岩倉などの祭祀の場や巨石が、長方形に取り囲むというものであったとみられることから、竹尻王子の原型とは、原生林の中の岩倉祭祀の聖地であったと考えられる。こうした点からすると、両線中央部すなわち、聖域の中心部を貫く形で設定されている、現在の熊野山景道のルートは、そもそも近年新たに設定されたものでしかない点から、しても、 再興されなければならない。旧道のくぼみと見られるものや、岩倉軍の配置を勘案すると、鎌倉時代までの本来のルートは、聖域内部を通過することなく、聖域南斜面をたどり、岩倉軍に配礼しつつ進むものであったと考えられている。こうした、滝尻王子の性格を理解する上で重要な記述が、諸残演技第二項に見られる。これに揺れは、上軍域は、 吉尾おと呼ばれる聖域であり、諸仏と共に、三人、修行者が常在し、熊野の地主神である、ソラン神ですら妨げることのできない特別な場として、認識されていたという。つまり、滝尻上空域とは単に岩倉祭司の場であるに、とどまるものではなく、本宮に対する、山宮、イコール、備え塾に通じる特別な清し地、聖地であり、両者を、 熊の仙達が繋いでいたのである。こうした上宮に対して、下宮駅は前日のような地形上の類似性から、お山を目前にした溝ぎ城としての機能を持ったと考えられ、岩田川を観音菩薩の札楽浄土から流れてくる水、石船川を薬師如来の浄瑠璃浄土から落ちてくる水と念じて、心身を浄化する、ぜもってムシムシ臭罪滅す、熊の縁起ことが重んじられたことも、 滝尻王子の、こうした特別な性格から理解される。しかしながら、このような特別な意義を備えた聖域としての滝尻、王子の位置づけは、上級の乱、上級三年、1221年後に変質してゆく。下宮から発掘された、異物群の中でも古いものには12世紀に遡る、教筒や教筒外容器があるが、13世紀以降には、 墳墓に伴う蔵国旗と思われるものが含まれるようになる。こうした変質は上級の乱の後の皇族寄進による熊の参りの衰退で99王子社の衰退、退転が進み、さらに滝尻王子を経由していた三景道が潮見峠越えの道に転じて行ったことによるものと考えられる。現在の社殿を中心とする平場の境内地における 南北方向の進行軸も、かつての王子信仰に由来するものではなく、近世以降に成立する村鎮守として理解するべきものなのである。このほか、境内に、京塚郡、滝尻王子、京塚遺跡が発見されているほか、社地から1キロメートルほど離れた鶴木山山頂の、京塚、鶴木山京塚遺跡からは、鎌倉時代末期の京壺と京ずが発見されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。